本唯一の耳鼻科専門鍼灸院カリキュルム学総院長の竹内学人です。顔面神経麻痺、突発性難聴、上咽頭炎、めまい、発声、花粉症などの耳鼻科で悩む方を3万人施術してきた実績があります。他の治療院で治らなかった症状はもちろん、病院で治らなかった症状も改善に導く自信があります。当院では使うツボを厳選して治療を行っております。あなた自身が持っている治癒力を最大化し、根本から改善することができるのが鍼灸治療になります。カウンセリングの時から今までの経緯だったりとか、不安に思っていることっていうのは全て聞いております。私の症状を理解してくれるのはここだけですっていう褒め言葉をいただいた時は嬉しかったですね。私が幼少期の時にひどい鼻炎で悩まされてきました。そこである時に鍼灸治療と出会ったんですね。もしあの時鼻炎がなかったら、もうちょっと違う人生を歩んだんじゃないか。なのでうちにいらした患者さんみんなに思うことなんですが、体の不調によって後悔する人生というのを歩んでほしくないんですね。体から出ている不調というのは体からの警告です。当院で専門にしている耳鼻科に関しては、時間が経つと治りづらくなってしまったり、後遺症が残ってしまうものも多いです。一人で迷わずに相談だけでも構いませんので、いつご連絡いただければと思います。どういう生活がしたいとか、誰とどこでどんな話をしたいとか、そういった具体的な目標を一緒にこう共有しながら、我々はサポートしたいなというふうに思ってます。